小さい頃のカウンはな、頭の角を撫でられるのが大好きだったんだ。わらわが面倒を見ていた時はいつも角を撫でて寝かしつけていた。ひぃ。その時のカウンはコロコロに太っていてな、どれくらいかというと、わらわと共に山へ登った時、つまずいてコロコロとふもとまで落ちてしまったくらいだ。ある日、カウンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってな。それが初めて生きた人間を見た時だった。まさか、びっくりして岩の隙間に丸二日隠れてしまうとは。わらわが見つけた時、泣きながら化け物が出たと言っておった。